You're listening to Shibuya Cross FM. はい、4月22日月曜日8時を回りました。ここからはクリエイタークロス渋谷デザインバル渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けいたします。 MC を務めます私関根直人、デザイナーの篠塚です。はい、中森茂之です。よろしくお願いします。どうもこんばんは。1ヶ月ぶりですね。そうですね、はい、早いですね。あっという間ですね。もう春爛漫というかね、暖かい毎日が続いている東京ですけれども、やっと暖かくなりましたよね。なんか今年は春、あの桜の季節ずっと寒い日が続いてたので、そう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 、結構長く桜楽しめましたね。残念ながらね、花見は先月あまりも寒すぎて、ね、あれいつでした？外でできなかった。4月1日です。そう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 、極寒でしたよ ね。確かに雨も降って僕が準備してみんなを待ってて30分座ってたら、もう超寒くて、もう座ったんですか？ちょうど着いた時に、はい、タクシー降りたら、はい、篠岡さんがもう道路出て、そうそう、篠岡さんの無理無理って言ってすごい、本当に寒かったですよね。超超タワーマンションのゲストルームで、はい、33度。そうですね、そう、あまりにも寒いんで、もう室内に逃げ込みました。もうそこは使えるんですか？何人ぐらい入るとこの場所？いや、結構入れますし、詰めればね、あそこ30人ぐらい入れますよね。でも、14人ぐらいですよね。そうそう、14人いましたよ。14、5人だったから、まあ、そこで宴をゆったりと、まあ、花見をだから上から見下ろしたっていう感じですよね。そうか、時期的には良かったんですよね。花は満開でしたよね。ちょうどいい、晴れて、だから晴れてたんですよね。けど寒かった、とにかく寒かった。だからあれ普通に暖かかったらもう最高でしたよ、うん、そうですね、満開でしたもんね。残念だったな。今年はね、本当に暖かい日がなかった。ないですね、ずっと咲いてる間。確かに夜桜私も一度見に行きましたけど、やっぱ寒かったですね。寒いね。はい、ね、残念でしたね、あの寒さ。今年は特に寒かった、桜は長く持ったけども、はい、ちょっと桜を見るね、楽しめなかったです ね。夜は特に風も冷たくて、寒かったですね、はい、残念な寒い花見でした、はい、そうですね、4月1日今日ね、その話をずっとするの？そう、違うでしょ。寒かったですね、ずっと50分間その話をしようか。よ、今日はですね、はいはい、まあ、その4月も終わりで、桜の話もから始まりましたけれども、なんと今日は、平成最後の放送ということで、ちょっと、そうと我々の放送も、そうですね、平成最後、もうすぐ新しい文豪が、今日何日か喋んなきゃいけないんじゃない？22です。平成22か。もうあとだって1週間もないんですか？10日後ぐらい？あ、じゃあ、そっか、来週、再来週、来週にはなっちゃう。そうだね。そうです。なのでちょっと今日は平成のちょっといろいろ振り返りからちょっと話をしたり、世間並みに、そういうこと、ね、そういう話もやっぱりね、しましょうかね、はい、じゃあもう クリエイティブ的なこと全く関係なく、いや、 やっぱりクリエイティブな話も、平成最後話。なるほど。なんか平成の思い出ヒット曲シリーズとかそういうことじゃない？いや、そんなことじゃない。平成のクリエイティブむちゃくちゃやってますよね、テレビ今知ってる、やってますやん、ね、その平成を振り返る、そうそう、音楽番組は4月は本当すごかったですよ。あと事件ね、事件、平成に起こった事件、あれ見るとやっぱりなんかあんなに事件起こってたんだって。起こってたし、やっぱ30年って、長いですよ、ね、長いし、そう、さっきも言ってたんだけど、30年前って20代だって、そうですね、想像つかないみたいな。30年前ですよ。おいくつですか？年で、そんな話も含めて、おいおいね、オープニングが長すぎる。オープニング全部喋っちゃってネタないみたいな感じで、そうですね。と、まあ、いつもの、クロスショットも最後、ね、3枚、はい、用意しておりますので、最後まで50分間ね、はい、お楽しみいただければと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではここで最初私の曲を聴いていただきましょう。ラブソングスから君の香り。君の面影探す。
嘘をついて前を向いて歩いてる。ただのすれ違い人、振り返ってしまう。はい、君の香りお届けいたします。はい、ありがとうございます。うん、はい、
いいねこの曲、好きです、うん、いい曲ですね、うん、はい、はい、さて、それではですね、本日平成最後の放送ということで、うん、さっきもう曲の間にいろいろ喋りすぎちゃって盛り上がってたよね、我慢できなくてもうね盛り上がっちゃっていろんなこと話しちゃいましたけど、ね、そうです、まずあれですね、平成元年がいつかとかっていう話、平成元年がまあいくつやったかっていうことでそうですよ、30年前、30年前でしょ、29歳です、29、僕が18です、18歳、東京出てきた時ですもん、あお私6歳もうすっかり大人だった俺そうですね、なんかそれ聞くとね、だからそれぞれちょっとこう世代がこう、そうそう、その30年の間で、ね、僕なんか日本にいなかったですよ、あ、もうその時もデザインして、アメリカに留学してる時で、だから昭和が終わったのもアメリカで聞いて、あ、平成だからあんまりね、喪に服した感じなかったんです、うん、はいはい、あんまりなんか、うんうん、あのよその国のことのように見てたかもしれない、あの平成っていうのを、はいはいはい、だから今回はやっぱりなんか改めてこう感じるみたいな、うんうん、あの時代が変わるっていうのを感じてます ね、なんかあのその、うん、昭和から平成になるときはやっぱ喪に服すというか、あまりおめでとう感というのはもちろんなかったじゃないですか、まあ、普通そうですもんね、ですよね、初めてですもんね、そうそうそう、でもなんか今回はすごいなんかこう、うん、おめでとう感がちょっとあるというか、そうそう、お祝い的な ね、そうですね、要は新しい時代が始まる前向きな感じに切り替わっていくということは、ね、変わりますよっていうのが分かってるからね、こんなのだから日本でも初めてなんでしょこれは、いやいやいや、あるんですよ分かってるって、要はあのいわゆるご上位というか退位するというのは過去にもあるんですよ、亡くなって変わるんじゃなく て、はい、そうなんですね、なんか初めてだと思ってました、うんうん、あるんですよ、うん、昔は もっともっと1200年ぐらい続いてるでしょあれって、うん、もっと前は、うんうん、要は天皇陛下が結構あの政治とかに絡んでたり、権力があった時なんかは、うん、あの大きな震災があったりするでしょ、はい、うん、そうするとそのあの名前を変えてたんですよ、元号を、元号、その縁起みたいなものなるほど、そうそうそう、会社がうまくいかんなると名前を変えるみたいな、まあ、そんなんで変えられるもんなんですねだから大きな天才だから、うん、はい、だから平成でいうと、うんうん、阪神大震災とか、うん、あの東日本大震災ぐらいの規模とか、ね、あれぐらいの規模とか、ね、うん、まあ、もっと言うならば昭和でいうと、ね、あの戦争のみたいなので、うん、こうガラッとこう変えてこうイメージを演技というかそういうことも、もうずいぶん昔にあったみたいですけどね、うん、そうなんですね、あの令和って発表されて聞いて、はいはい、その瞬間どうでした、どう思いました、僕は良かったです、あのいいなと思いましたよ、そうですね、うん、令和どうだっただろう、でもやっぱり平成の時と同じ感想でしたね、うん、なんか違和感しかなかったです、やっぱり平成って言われた時も、うん、あ、そうなんだ、うん、昭和に慣れてたから、うんうんうん、平成みたいな変なのみたいな思ってましたし、なんか令和と言われた時になんかなんとなく言いづらいし、俺も違和感があった、暗いイメージもあるかなとか、違和感があった、なんかも、うん、なんかねちょっとなんか冷たい感じがした、うんうんうん、感じ的にもっとなんかこう、うん、あったかいあの感じになるかなと思ってたから、うん、なんか一瞬しかもね、うん、新しい言語ってことでこう、うん、なんかこう、うん、明るい感じだったのに、違和感があった、うんうん、まあ言い慣れてない言葉を、うん、そうなんかそうですね、っていうか、まあ、逆に言い慣れてたら意味がないんでね、言語、うん、あの使ってない言葉を選ばないといけないんで、うんうん、ね、だいぶ慣れてきた、うん、もうしっくり聞き始めてますけどね、うんうんうん、最初本当に聞いた瞬間はなんか、うん、あった、ちょっとあのやっぱりあの名前っぽい感じはありましたよね、あの人の名前っぽいようなね、うん、で実際ね、うん、なんか、うん、令和と書いて漢字が一緒だけども、はいね、読み方が違う人がいたりとかね、の方がいるって言ったりね、全国にね、うん、はい、なんかまあ平成が終わって、はい、令和になっていくんで、うん、ちょっと不思議な気持ちですね、これが本当に5月1日になるとまた違った感じなんでしょう ね実際、そうですね、迎えると、そうですね、令和になっちゃうとまた違った、うんうん、なんかちなみにさ、はい、あるんじゃない、まあ、その言語を決めるときに いろんな条件っていうかね、ある中で、はい、あのアルファベットも関係するじゃない、言われてね、今回どっちか知ってる、どっち、
L か R か。ああ、R でしょう。R でしょ。 R じゃないですか。あ、そうそうそう、 R、 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 うん、なんで。いやいや、あの、うん、ラリドレロって L で使ってするでしょ。だって名前でもさ、レイ、まあ、レイコって R だよ ね、 ね、 L 使ってないよ、ね、そうですね。っていうのもちょっとなんかあったらしいです、最初は。そうか、そうだね。でも R なんですって、まあ、基本ね、うん、基本というか、まあ、必ず R で。誰が決めたんだろうね、それ。なんで R ってね。なんかやっぱり、その今の話じゃないけど、 L と、うん、L の場合と R の場合って、なんか一応あるんですかね。なんかあるんじゃないですか、ポイントをその、なんていうんですかね。どうなんですかね。L。なんか何も考えずにね、普通に見てましたけどね。うん、なんか例えば映画のさ、何だったっけ、あの、うん、この間アカデミー賞とかラララララダンスじゃなくて、何でしたっけ、あのララランドでしょ。ララランドは L でしょ。 L でしょとか、うん、だからあるから。でもララランドはほら英語じゃないですか、ランドは。で、うん、ローマ字表記にすると、そうそうそう、ね、やっぱランドは R ですよね、うん、うんうんうん、え、ローマ字でランドって書くと R、A、L やで。違う、 L だよ。じゃローマ字ですよ、ローマ字。ー英語表記は L ですけど、わかります？言ってる、ローマ字、ローマ字、日本語だからローマ字、うん、っていうことは日本語カタカナじゃない？じゃあローマ字ですよ、ローマ字。人の名前の時どうなるんですか？ライオネスアスカとかどうなるんですか？だからそれ外国の方ね、日本人じゃないからまず。じゃあブルーレス、ライオネルリッチとか。え、あ、そう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 、まず L ですよね。L ですよ。でも海外は英語はあるでしょ、なんか。え、R なんですか？L？ え？いや、両方あるでしょ。ああ、両方ね、はい、ありますよ。レイコさんは R？ レイコさんは R。 リサさんは L。 そう、リサ、 リサは L。 ただ昭和とか、昭和、平成ってローマ字で書くわけですか、うん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 、でそのままレイワって書いたらやっぱ R ですよね。なんとなくそこ L にしないですよね。まあ、R だよね、イメージは。うん、L じゃない、うん、R なんですよ、R、 でもさ、L になったらさ、あの昭和 S で M 入れたくなる SML サイズになっちゃう、ね、まあ、そんな話はどうでもいいじゃないですか。もっと大事な話じゃなかったんだよ。平成を振り返ろう、振り返ろう、振り返ろう。6歳、僕18歳、29、だからちょうど世代が、あるんだ、ね、世代世代、こんなに大人になっちゃうとあんまりあれですけど、まあ、思い出も違うの、ね、そうすると、そうですね、平成、じゃあ平成、じゃあ曲とかいきます？曲とかって好きだ、あの平成の曲は。でも俺昭和の方が圧倒的に覚えてるから、あ、まあ、曲になっちゃうとね、世代って言ったらそうですよね、うん、でもだから生活にしましょうよ、なんかこの生きてきたこの生活の中で平成という30年間は、ね、いや、さっきちょっと出てた、まあ、携帯は確かにすごいと思いますよ、携帯電話がやっぱり、あの平成っていうのは、携帯とかやっぱりコンピューターでしょ、ね、デジタル化、ネットもそうでしょ、ネットもなかったし携帯もなかったしっていうので、この平成の間にだから世の中の生活の、うん、ライフスタイルが随分変わったライフスタイル。バブルは平成ですか？バブルかかってる、両方だね、だから最後の終わりがまだかかってる、ね、大体1996年、生元年ぐらいまだバブルが残ってて、まあ、元年は全然バブルですよ、全然。僕が山一証券とかも潰れたのも平成すぐで、ね、うん、あ、そうそうそう、へ、僕は大学の、3年の時だから、1個上の先輩たちが就職する時にバブル崩壊したから、バブル崩壊した 2年目ぐらいだったの、いわゆる一般的、うん、世間で言うとね、だから平成が、ね、平のだから2年後ぐらいじゃないかな、うん、あの平成に入ってもすぐダメになったみたいな感じ。でも、まあ、もうあの経済的にはもうちょっと余韻がまだ、そすぐね、バブル崩壊ってすぐ来ないから1年2年ずれるからあれだけど、金融業界とかはもう平成に入ってアウトでしたよね、大体ね、いやだから本当に平成30年って、うん、ガラッと変わりましたね、うん、そういう意味で言うと。やっぱりね、デジタル、デジタルのあれが大きいですね、デジタルの世代だと思いますよ、すね、平成はもうネットと、ね、携帯とコンピューターと、なんかインターネットとかが、うん、でライフスタイルがもうガラッと変わったもんね。デジタルになるとだって10年で変わるじゃないですか、うんうん、10年で大きく変わるじゃないですか、うん、今で言う今度 5G っていうやつ、ね、そう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 、そういうのがあれが大体10年
単位で言われてるからね、うん、ISDN だったのがとかね、うん、光になったりとか、ね、この30年の間でもすごい技術がもう急速に進歩して、うんうんうん、持ってる周りのものがどんどん変わっていく。ガラケーなんて今言ってるけど最新型だったね、最初は。しかも全員一人一台携帯を持つ時代ですしね、今はね。そう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 、ね、うん、昭和からは考えられない。もうだって電話じゃないですもんね、うん、電話じゃないですよね。電話として使ってる人少ないじゃん、うん、どういうことですか、スマホ。うん、スマホあんまり電話しないでしょ、もう今。僕電話の かける数よりも、うん、あ、だから逆、そうそう、極端な人、携帯電話が 出て、うん、そういう仕事でバーッと当たり前のように使うようになって、うん、時はもうしょっちゅう電話してたわけやけど、最初はもう圧倒的に電話しか使わない。今どちらかと電話の数減ってきてますよね。そうそう、今はだから電話しなくなってきてるんでしょ、いわゆるチャット的なこと、うん、そうそう、 LINE だとかメールとか、ね、そういうことでの SNS があるコンタクト取るようになったから、ほとんど電話しなくなって、仕事でもなんか電話するのがちょっと失礼かなと思ってますよね。失礼と思っちゃってるような、電車の中じゃないかとか、電話する前にメール打つみたいなことになってる時代ですもんね、うんうんうん、そうですね。だからちょっと不思議な現象になってますよね。そのそういう、そうツールが変わってくることによって電話なのに電話じゃないみたいな、あ、そういうのもそう、この平成で変わりましたよね、うんうんうん、最初は本当に電話として便利に使ってたのにね、うんうんうん、そうですね。もう年間やればすぐ電話してましたもん、うん、僕よく電話マンって言われてた、ね、電話マンでしたよね。夜中になると酔っ払うとすぐ電話してしまうみたいな。だってね、ビジネス的にも電話しなくなったの、電話かかってこないもん、会社に。これからね、電話いらなくなると思いますよ、うん、電話もそう、まあ、電話はまだあれですけども、僕はあれがなくなると思いますよ、うん、はい、携帯電話のキャリアごと のメールアドレス、もう使ってないでしょ、キャリアごと、あアットマークドコモとか、アットマークソフトバンク、使わなくなったね、うん、もう僕らずいぶん使ってないし、知らないですよ、そもそも僕、うん、自分の携帯のメールアドレスが何なのか知らない。そういえばそうだね、もう使わなくなったね、なくなっていくね、きっと。どんな風に世界が変わっていくのかね。だから令和になるとまた大きく変わるんでしょうね、うん、今ね、あ、そうそう、変わる話ちょっと しましょうか、なくなるとは変わる話ね、うん、思い出だとちょっとあれ、はい、僕が思ってるのはね、はい、まあ、これも実際あるでみたいなんですけど、まあ、その我々の仕事なんかでもそうですけど、うん、今まあテレビ会議とか当たり前になってきたりとか、うん、はい、まあ、普通に例えば遠距離で、例えば、ま、お孫さんと、例えばおじいちゃんおばあちゃんが、うん、まあ、映像になってきてるわけだよね、うん、はい、でそれがもうそこにいるようなことになるみたいですよね、うん、そのあのね、スターウォーズの映画みたいに立体のあれが出てくるのね、目の前に、うん、まあなるんでしょうね、うん、きっと。あの今 VR とかありますけど、そういう感じですかね。そう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 、だからまあそこははめなくても、はめなくても目の前にこういういるみたいな、そのシートか、それ面白いね、シートか絨毯みたいなそこに立つと、うん、そこから光がバーッと出るから、うん、そこでバーッと出てきて、そうそう、まあ、逆に言うとドラえもんの世界ですね。もうドラえもんっていうか、でもまあリアルだから、そうやって例えばプレゼンなんかでも、はい、行かなくてもそこでプレゼンしちゃうという、来てるからね、それいいね、そうなってくるよと思うんですよね。それはそんなに難しくない技術だと思います。ここ30年で変わりますか、ね、いやそれこそ 4G、うん、5G とか、うん、ね、6G になればもう絶対そんなの当たり前だと思うし、なんか私がその小さかった6歳7歳ぐらいの頃は、うん、もう2000例えば10年って言ったらもう車は飛んでたんですよ。そう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 、ね、漫画の世界でね、あの、うん、何年後の日本みたいな、もう2010年の日本はこうなってるっていうと、うん、もう車がこう浮いて、うん、飛んでるみたいな世界だったんです、うん、でもまあ、まあ、なかなかドローンみたいなね、あなるほどね、そっからですね、うん、だからこれからそういう時代も来るのかなと思うと、でもね、どうですか、ね、無人運転は、はい、まあ、ちょっと僕はねそんな無理やと思うよ、無人運転、あなるほどね、うん、まあ無人運転、まだまだな感じがしますよね、なると思うけど、もうだから多分僕らが
まあそうですね、もう死んでるかもしれないな。令和の時代とか、うん、当たり前なんだ。そう一部分あるよ、一部分は、はいはい、一部分とか、そうですね、その専用の道とか町とか、まあ、うん、あと乗ってるけど運転し、あのハンドラー、いわゆるパイロットみたいな、飛行機と一緒で自動操縦だけども、だからいなければいけないって、本当の無人ってちょっとね、まあ、その車っていう概念を変えないといけないですよね。変えないですね。車じゃなくなってきますよね。もう自動運転になっちゃうと、うんうん、車じゃない、車じゃないな、ただの箱ですよ、箱とかあるじゃないですか。だから道自体を高速だけとか、この、うん、道だけはそういう道を作らないとダメですよ。だからもあ専用のね、うん、ゆりかもみたいなの、うん、だからそこだったらいけるけどみたいな、普通の一般道をそういう風にするのはちょっとまだまだ、いや、まあ、車っていう観点から離れて別物になっていく、うん、別物作っていくっていう感じでしょう ね、 そうですね、うん、多分もうこれから、うん、そこが今一緒になってるから、なんかちょっと分かりづらくなってて、切り離して考えるとなんとなく分かるよね。移動する箱、なるほどね、うん、でも人間ってすごいですよね。なんか想像したものをどんどん形にして便利な前、そうだよ ね、 ね、どの時代もなんかこう進化してきたんだよね、その初めて猿が道具を持ったっていう時代から常になんかこう進化してるのを考えるとなんか不思議ですよね、だからまあクリエイティブ的な仕事で、ね、まあ人間が生きてるっていうことも、そもそもそれがクリエイティブみたいな、うん、で仕事の、まあ、さっきの平成令和になっていくにあたって、うん、平成、まあ、だから僕ちょうど平成元年が高校卒業して大学からなんでね、うん、その2年、あ、4年後に、はい、まあ、いわゆる就職したわけですけども、うんうん、もうだから仕事のやり方も随分変わりましたもんね、うん、この平成で。でさらにまた令和だって、まあ、どういうふうに変わっていくのか、劇的に変わるっていうのは、うん、こう、うん、10年15年をバッと切り取ればそうなるけども、はい、まあ、日々の一日一日の刻みの中では感じないけども でも変わっていくんですもんね。だからこれからどう変わっていくのか、その仕事のやり方も、はい、やっぱりこう 見届けていくわけじゃないけども、どういうふうに変化していくのかっていうのはやっぱある程度こう感覚で自分たちがそこに乗っかった中で生きていけれるっていうのは、うんうん、まあ、ありがたいっちゃありがたいですよね。まあね、どうなるか想像つかないかもしれないですけどね。でもどんな令和になってもらいたいですかね。最後に締めたら、だから静岡さんが海外に出張行ってても、ね、ここにさっきの話がバッと出るようにしたんですよ、 3D で同じ時間内でやって、そう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 、なるほどね、さんがいるっていう。そしたらみんな誰も来なくなるダメでしょそれ。どこにいようが来なくなっちゃうからダメでしょやっぱりそれは。そうですね、うん、スタジオなくてもいいんじゃないかってなっちゃう。やっぱりそうなるとやっぱりなんか人間味がある時代になってほしいみたいな。家から出なくてもいい時代が来ちゃうかもしれないってなると、逆もあるよね、うん、人はこうやって3人テーブル、白いテーブルにあるけども、スタジオ自体がバーチャルでできちゃうみたいな、うん、あでもあ映像だったらでもありますよね、映像だったらね、うん、そうですね、うん、まあ、どっちにしろなんかこうね、人の触れ合いが少なくなってくるような気がするから、なんかねこう人間味のある時代に、でもちょっとね温かい時代になってほしいですよね。音楽の話じゃないけども、まあレコードから CD になりで MD だなどとかになって、で今ダウンロードでも一気に変わったでしょ。でもねやっぱり今音楽業界でやっぱライブなんですって。だからやっぱり人を感じるものっていくらスピーカーとかが高性能になっていったとしても、やっぱりライブで聞く生のこう要は五感で感じるものっていうのは全く違うんで、だからそういうふうにこうやっぱりなんていうかな、こう同じ音楽でも体感するものと便利にこう聞くものとっていうことで要は使い分けされていくんだろうね、どん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 。だってバーチャルで会えたからってそれがいいわけじゃないですよね。それはだからいわゆる臨時的なことであったりとかね、うんうん、例えば、ね、雪が降った時とかに、ね、遅れてもそのなんかスマホからバッと光出せばそっちにも 3D で飛んでくるぐらいはいいけども、それはイレギュラーの時だけであってね、
そうですね、やっぱりこうそう、あのあれじゃない、デジタル化されればされるほど人と人とのこう、そうそう、それがね、温かみみたいなものをやっぱり感じられる五感みたいなものはやっぱり研ぎ澄ましとかなければいけないかなと思うよね、うんうん、そうですね、うん、まあそうですね、どんな時代に進化してもこうものづくり、クリエイティブなことは多分ね、あんまり変わんないんだろうと思うんですよね、基本的には。クリエイタークロスも変わらずいくと思いますよ。来年はだから令和元年最初の放送となりますのでね。そうですよ、そう、はい、もう来月は令和になってるんですよ ね、 すね、来月の放送はなんか、何も変わってない気がする、でも、ね、なんだかんだ何も変わってない、なんかしますみたいな。でもなんかこういうのがいいですよね、なんかこう、うん、こういう時にこうやってお話ができる機会があるっていうこともなんかすごく、ね、いいことです ね、 ね、素敵ですよね、うん、まあそうですね、うん、今回のやっぱりね、変わるっていうきっかけは ね、 何にせよ、うん、いいきっかけですよ ね、はい、そうですね、うん、いろんなことを考える上で、はい、素敵な新しいね、うん、そうですね、時代をね迎えたいですよね、迎えましょう、ぜひ、ぜひ。ではここでじゃあ私の歌を聴いていただきましょう、はい、爽やかに、メローデイズ聴いてください、はい、どうぞ。オレンジの夕日
一つ一つを記憶の中で救う。はい、メローデイズお届けしました。はい、それではここからはクロスショットのコーナー。あ、もう行くの？おお、そうでしょう。もうクロスショットね。クロスショットでしょう。放送の時間早いですよ。そうですよ、はい、さあ、今週、あ、今月もね、うん、3枚、1人1枚ずつ持ってまいりました。はい、では誰かな、まず1枚目から早速まいりましょう。こちら、お、あ、僕です。はい、なんかさっきの話題からつながってるね。そうですね。いや、俺もびっくりして、もういいわ、令和の話、ね、そうやね、うん、もういいよね、はい、まあでもちょっと言わせてください。はい、あ、これ中森さんですか？はい、僕が書いたわけでも何でもなくて、はい、僕と篠塚さんが、うん、いわゆる字手紙っていう、はい、はがきに漢字一文字を書いて、うん、添え書きをする字手紙教室、うんうん、まあ、日本字手紙協会があって、習ってたんですよね。習ってたんですね、毎月、まあ、ずっと、うん、あれ2年ぐらい前ですかね、うん、から約10年、はい、11年ぐらい10年以上やってましたよね。12年間ぐらいかな、うん、だから2年に1回、うん、東京駅の結構大きなグループ展もやってね、ギャラリーで、はい、作品展をもう6回出してるんで、うん、だから12年ぐらいやってるんですね。そうですね、はい、っていうことなんですけども、それで、はい、その日本字手紙協会の会長の高島先生、はい、うん、優子先生、高島優子先生、もうおばあちゃんもええとこなんですけど、はい、超元気な超元気なこの間花見もむちゃくちゃ来てたけども、もうむちゃくちゃパワフルなおばあちゃんと、うん、おばあちゃんというかおばあちゃんで、はい、もう84ぐらいかな。あ、そうですね、うん、もう全然元気、お酒も飲む、うん、みたいな。でその先生にちょっと急遽、はい、ちょっと僕の仕事関係で、令和を書いてくれないかっていう風に坂島先生お願いできないかって言っても急遽、あ、それこそ花見の次の日なんですよね。うん、花見やったらね、次の日だから先生に帰る前にと捕まえて書いてたの。そうそうそう、すぐ朝書いて電話してか、ね、もう書くわって書いて、なんで書いてもらったんですか？その僕のクライアント先の、はい、湘南ケーブルさんの方で、はい、まあ、いわゆる番組でニュース番組があるんですよ、うん、自主放送のね、うん、はい、でそこでちょっと使いたいとっていうことになって、普通のやつじゃ面白くないから、高島先生、うん、せっかく東京にだったら書いてもらえるかなっていうことで急遽書いてもらう。だからこれ4枚ぐらいあるんですよ。でしかも先生は字手紙なんで、はがきに1枚1文字1文字しか書いてないんですけど、さすがそれ出すわけにいかないん で、 そ、 で、ね、それを今度しかも受け渡しを先生が上野でまた講習会があるから、その途中に僕が上野まで取りに行って、でそれをこのクロスとか作ってくれてるうちの制作会社のシェパーズさんのところの表参道の事務所に持って行って、はい、ではこう全部ちょっと加工して、それでこう、あ、そうなん、そうですよ、一個一個の文字をこうつなげたんです、はい、つなげたんですよ、はい、まあ、もちろんうん、この例に対してこの和っていうふうにはなってるんですけどね、うんうん、でそれがいわゆる4種類あるわけですよ。でそれを、うん、つけてちょうど A4、まあ、うんうん、大体、まあ、額と同じぐらいの、うん、まあ、比率にして、でちょっとはがきとかも汚れてたりするじゃないですか、よくね、こう、それもきれいにして、見栄えよく整理してっていう加工を一応ちゃんとして、うん、それですぐバッと3時ぐらいまで送らないといけなかった、その間に合わないから、そのニュースね、うん、で送らったっていう中の一つなんですけども、うん、まあ、いわゆる、まあ、平成の時もそうですが、今回の
菅官房長官が出した令和なんかは非常にこうなんていうかな、こうちゃんとした、ね、そうですね、はい、書体というかあれなんですけど、まあ、こういうようないわゆるちょっと崩したというか、いわゆるまあこういうような書き方での令和っていうのをまあ一つ、紹介できたらなと思ってちょっと今日出しました。いいですね、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。はい、では2枚目こちらです。お、あ、これどこ、桜、これは私ですね、はい、はい、先日ですねちょっと箱根の方に行ってまいりまして、箱根登山電車、はい、ありました、はい、あります、あります、鉄道にね、うん、乗ってですね、電車の中から撮ったんですよ、うん、でまあまあなスピードだったんですけど、ちょっと左下にお分かりいただけるだろうか、うん、いや心霊写真じゃないですけど、おばさんやんか、男の人ですよ、おばさんじゃありません、あのカメラマンさんが写ってるんです、うん、でなんか全然私気づいてなくて、その人がいたことも、うん、はあ、だから桜綺麗だなと思ってこう撮ってたら、たまたま写ってお互い写真を撮り合ったっていう写真。なるほど。しかもブレずにね。そうなんです。でもこの桜って、はい、何の桜なの？ちょっとこう、これしだれ桜ですね。そうですね、うん、しだれ桜ね、はい、うん、まあ、本当にすごくいい時期に箱根の方に行って、うん、桜も満開だったんですけど、すごい綺麗、はい、なかなか桜だけじゃなくてこう鉄夫さんなわけですよ、だから、はいはいはい、鉄道を撮りに来た鉄夫さんが、はいはい、とカメラで向き合うっていう、なるほどなるほど、てっちゃんと、てっちゃんと、はい、向き合って撮った写真を、なるほど、こういうのもいいですよね、こうなんていう、いわゆる公園とかじゃなくて、うん、なんとなく自然に咲いてる桜というかね、しかも電車の中から撮ってね、通りすがりの、ね、いいですね、そうなんです、うん、という写真でした、はい、季節物をお持ちしました、季節物、そうですね、いやいや、はい、よく撮れてるよね、はい、本当に、いや、よかった。それでは3枚目は私ですね、はい、そうですね、これね、はい、誕生日のケーキなんですけど、毎年呼ばれてるんですけど、田中よしこさん、はい、キャンディーズ、キャンディーズのスーちゃんの、もう随分亡くなって何年だ、震災の年だったんで、はい、8年前、へー、 でも4月8日が誕生日で、はい、毎年関係者が、その時は今年は16人ぐらい集まって、その時毎年やるんですけど、必ずケーキにこう、はい、似顔絵じゃないですけど、絵が、田中よしこさんの絵が描かれて、こういうのを作ってくれるケーキ屋さんに毎年頼んで、この奥に写真写ってるじゃないですか、はい、あれが今回の写真で、毎回こう写真を渡してこうケーキにこう絵が、本当に写真そっくりな絵がよく本当にできてるんですよ、これが。で今回も結構大きな、はいはいはい、またそのすごいんですよ、この誕生日会に来た人が、うん、ガレッジセールのゴリさん、はいはいはい、あと国中涼子さん、チュラさんで一緒に、あ、なるほど、ドラマで、はい、結構ね、ゴリさんとか国中涼子さん結構来るんですよ、毎年。やっぱお世話になってる。で今年は鈴木京香さんも来ました。おめっちゃいいじゃん、すごい芸能人、うんうん、写真撮ったんですか、さんですもん、ね、あ、写真撮りました、後で見せてください、ね、でも俺最初こう来てて鈴木京香さんが入ってきて、うん、最初気がつかなくて、これ誰だでも綺麗でしょ、綺麗ですよ、え、今度新緑の会読んだんですか、読んでないです、読んでないです、読んでくださいその話はちょっとお湯にそうですね読んどきます、お願いしますよっていうような、この芸術的な、はい、クリエイティブなケーキの写真でした、はい、ありがとうございました、はいはい、今月の3枚でした、公式インスタの方にこの写真を、ね、上げさせていただきますので、はい、また見ていただければと思います、はいはい、先ほどの話も出ましたけど、はい、今度4月の27日に、はい、新緑の会、うん、大人のピクニック、去年からね、この番組企画も含めて、うん、今まで、あ、ごめんなさい、僕いいですよ、どうぞどうぞ、毎年篠岡さんが主催して、はい、あれもう何年経ちます、もう15年ぐらいになりますかね、うん、15年以上になりますよね、会社立ち上げる前やったから、うん、はい、すごい、毎年やってるんです、うん、毎年の花見をやってる、花見をね、その4月の、はい、大体桜が満開の、ね、1日前後ぐらいに、隅田川の、篠岡さんの会社の川沿いのところでね、はい、前の川を見ながら、ね、はい、佃のあたりでね、はい、やるんですけども、
まあ今年もそうでしたけど、まあ寒いんでね、そうそう川べりやし、花の時はね、そうだから結構ね夕方になるともう寒くなってきたりとか、うん、でちょっと天気が悪かったりすると本当もう今年みたい ね、そうそうだからもうゆっくり花見ができない。去年、まあ、この番組でもなんかバーベキューやろうとかなんとか言ってたこともあったんで、うん、はい、新緑の会やろうよっていう話になって去年やったじゃない、去年ね、ゴールデンウィークにやったんですよね、はい、ゴールデンウィークのどっかでやろうっていう話に、うん、そうゴールデンウィークに最初やった、それは11月やゴールデンウィークの新緑の会ね、その前にね、うん、それがすごく良かったですね。良かったんですよ、うん、暖かくてね、うん、暖かくて、うん、天気も良くて、まあ今年もそうなんですよ、今年もやろうと、まあ花見がねできなかったんで、うん、あの期待してるんですけど、今月の27日の土曜日、今週土曜日ね、はい、うん、そうですね、うん、1時からぜひ皆さん、はい、あ、じゃあいやいや来てほしい、ぜひね、来れるっていう人はもちろん来てもらっていいですよ、隅田川渋谷クロス FM 見ましたってね、聞きました、嬉しいですね、全然いいですよ、この番組、この番組に全く関係ない人にも来てくださいね、ぜひぜひ、お酒とか食べ物とかはもう本当にすごい、みんなね、そう持ってきてるの、大人のねピクニック、あと僕もあの銀座からお寿司屋さんからまた、うん、そうですよね、はい、もう紙コップじゃないですかね、もう今回仕入れてきましたからワイングラスでね、篠岡さんもね、うん、いつも持ってきていただけるし、篠岡さんがね準備してくれるからね、うんうんうん、今年も何か作られるんですか。作りますよ、また料理も作ります。前回はね、なんてサラダね、そうポテトサラダ、この間もそうでした、マカロニサラダ、マカロニサラダ、マカロニサラダ美味しかったし、うんうん、楽しみですね、そうそうそう楽しみ、多分ね天気予報だといい天気なんで、ね、きっとね楽しめる、もうリベンジしますよ、リベンジ、関根さんもでしょ、京都行くけど、うん、もうその前に、京都行くけどその前にね、京都なんですけど参加してくださいね、ラジオがね京都でね、うん、はい、行きます、顔出します、はい、ぜひ、いや楽しみましょう、美味しいも食べに行きます、そうですね、うん、はい、近いし、じゃあ東京行きもね、そうですね、そうですね、うん、はい、はい、楽しみです。もうあれも11月もやったでしょ去年ね。そうですね、はい、11月も私そうそう、その後ゴールデンウィークに、ま、秋もやりましょうよね、また秋もね、いい気候でしたもんね、あの時も暖かくて天気が良くて、新緑の会はまあ新緑の会で、秋はだから、このクリエイタークロスを主催にしましょうよ、はい、まあ、多分また夏も今年の夏は暑いと思うので、ね、ちょっとバーベキューで本当は夏にそうですよね、バーベキューっていう話だ、そうそうそう、いやできるんじゃないですか今年は、やれますかね、バーベキュー、うん、令和だけに、うん、だけでないけど、だからもっと大人のバーベキューにしたらいいと思うんですよ、令和かもしれないしああまさかの、はい、もう番組終わり今日はまあでもね楽しい企画またいろいろ考えていきましょう、そうです ね、そうですね、ロケもやりたいですし、まあそうですよね、うんうん、令和になるし、うんうん、また新しいクリエイタークロス、27日のやつはちょっと次の番組の時に写真だけちょっと紹介しましょうね、はい、そうですね4月17日、はいはい、そうですね、関根さんもね京都行く前に来られる、じゃあ写真撮らないと忘れるんだよねいつもね、うん、覚えておいてな、ほんま絶対覚えておいてな、楽しみ、飲みたくてしょうがなくなっちゃって、そうそうそう、結局ただ飲み会なんで、乾杯してしまって、ね、大人の飲み会みたいな、みんな飲んでて誰も写真撮ってそうですよ、忘れずに撮りましょうね、うん、ちゃんと写真部作るのダメですね、そうですね、もうここぞとばかりクロスショットのネタを作るみたいな、そうそうそうみんな同じになっちゃってる本当ですねでも来月はもしかしたらそれでもいいかもしれない、うん、そのねクロスショットのコーナーいろんな写真を撮ってもいいかもしれないですね、はい、ライブそうそうライブも、うん、もう時間あれライブちょっと、うんはい、ライブの口を、うん、令和なんてライブあるんでしょ、あ5月のね28、29日ですかね、うん、あのちょっと福岡の方でライブをさせていただく予定で、5月、はい、あとは、7月、はい、8月かな、またあの祐天寺の方でライブやったりとか、うんうんうん、10月もちょこちょこちょっと考えてまして、年末に向けてもう早いですね、なんかそういうことを話すと、うん、まあね、1年が早い、まあね、そうですよね、もう4ヶ月も終わっちゃって、ね、楽しみ、まあ、そういう意味で言うと日本は四季があっていいですよね、うん、うん、いいですよ ね、本当に楽しめてね、飽きないですよ ね、1年がね、うん、だから余計に早く感じるんです、ね、それもあるかもね、確かに、うん、楽しいから、うんうん、おっしゃる通り、そうですね、もうコートクリーム出したでしょ、僕も出しました、これも出しかけて、まだ出してない、何の話、冬用のコート、あ、そうそうそう、まあ、もういいんじゃないですか、もういいと思いますよ、多分、うん、はい、コート着てきてないですからね、はい、そうですね、うん、はい、それでは来月は5月27日月曜日に、ね、またね、はい、お会いしましょう、あっという間に終わったね、そうですね、では皆さん良い10連休を、はい、10連休じゃないでしょ、そうですね、もうゴールデンウィーク、10連休ですよ、来週から、来週から良い10連休を、どうなってんだろうね
いや僕が出てますよ結構。いや僕もまあやりますけどね、うん、でもまあ、じゃあ連絡しますよ。はい、はい、ちょっと行きましょうよ。うん、そら急になんか。それでは皆様楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。ゴールデンウィークを、また来月お会いしましょう。はい、どうも、ありがとうございました。